有明は、海上自衛隊の護衛艦、村雨型護衛艦の9番艦。艦名は、陰歴遺材を因後、月がまだ空に残っていながら、夜が明けようとする頃に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍春雨型駆逐艦、有明、初春型駆逐艦、有明、有明型護衛艦、有明に続き4代目にあたる。有明は、 中期防衛力整備計画に基づく平成9年度計画4400トン型護衛艦2238号艦として、三菱重工業長崎造船所で1999年5月18日に寄港され、2000年10月16日に浸水、2002年3月6日に収益し、第2護衛隊軍第6護衛隊に編入され、佐世保に配備された。 2003年4月10日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、金剛補給艦、浜名と共に、インド洋に派遣、同年7月まで任務に従事し、8月22日に帰国した。2004年5月17日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、金剛とと共に、インド洋に派遣、同年8月まで任務に従事し、9月19日に、 帰国した。2006年、艦隊兵用合同演習に参加。新珠湾、サンディエゴに帰港する。2008年3月26日、護衛隊改編により、第3護衛隊軍第7護衛隊に編入。2008年11月10日、新テロ特措法に基づく補給支援活動のため、補給艦、ドアダと共に、出港。2009年4月27日に帰国した。 2012年9月20日、ウラジオストク港とその周辺海域で実施される、日露捜作、救難共同訓練に参加するため出港し、同月23日に、ウラジオストク港に入港、護衛艦をおよどとともに、同月26日に訓練を実施し、同月29日に寄港した。2013年7月29日、第16次派遣海賊大象、 行動水上部隊として、護衛艦、瀬戸、霧と共に、ソマリア沖へ向けて、出航。同年12月まで任務に従事し、2014年1月15日に、佐世保に寄港した。2014年3月13日、第一護衛隊軍第5護衛隊に編入。2016年3月19日から4月27日までの間、護衛艦、瀬戸霧、練習潜水艦。 親潮とともに、外洋練習公開に参加。4月12日には、瀬戸、義りとともに、海上自衛隊の艦船として、初めて、ベトナム中南部にある洋商カムラン湾に寄港している。2019年5月23日から28日に、かけて、護衛艦、朝日とともに、グアム島周辺海空域において実施される日、米豪艦共同訓練に参加する。主要訓練項目は、 対空戦、対水上戦、対戦戦訓練等。2020年9月13日、第37次派遣海賊対象、行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾に向けて、サセボ基地から出港した。同任務に従事中の2021年2月19日、アラビア海北部西方海域において、EU 海上部隊とクロスレッキ、近接運動、戦術運動、 写真撮影等の海賊対象共同訓練を実施した。同年3月17日から18日にかけて、アデン湾において、フランス海軍空母、シャルル・ド・ゴール、駆逐艦、プロバンス、補給艦、バール、ベルギー海軍フリゲート、レオポルド・一世と、日仏ベルギー共同訓練を、同月19日から20日には、米海軍巡洋艦、ポートロイヤル、教習揚陸艦、 マキンアイランド、二海軍空母、シャルル・ド・ゴール、駆逐艦、プロヴァンス、シェバリエ・ポール、ベルギー海軍フリゲート、レオポルド一世と、日米仏ベルギー共同訓練を実施した。同年4月13日、佐世保基地に寄港する。現在、第1号衛隊軍第5護衛隊に所属し、定携校は佐世保である。 海上自衛隊艦艇の放浪及び日露捜索、急難共同訓練の実施について、派遣海賊対処行動水上部隊の交代に、ついて平成27年度概要練習公開に、ついて海事護衛艦が、越の洋少カムラン湾に初期個人高等軍事、拠点化進める中国を牽制。産経新聞。 http://www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ160412スラッシュ w r 1 6 0 4 1 2 0 0 1 n h t m l 2 0 1 6年4月13日閲覧日米豪間共同訓練の実施について派遣海賊対処行動水上部隊の交代に ついて EU 海上部隊との海賊対処、共同訓練の実施について AB 日仏ベルギー、共同訓練及び日米仏ベルギー共同訓練に、ついてソマリア沖、アデン湾において、派遣海賊対処行動に従事した官邸の機構に、ついて、ありがとうございます。